まあ、ハワイといったらお待ちかねのウクレレということで、これ本当に毎回言ってるんですけど、本当にウクレレ前から弾いてたわけではなくて、日本の時は本当に触ったこともないぐらいで、弾いたことがあるなぐらいで、引っ越してから本当に現地の人たちの生活の一部って言っても過言じゃないぐらい、ウクレレが本当に身近にあるものだったんですね。ギターを1年ぐらいやってたんで、やっぱウクレレもやんなくちゃなみたいな。レイトナイトシャンティっていう曲を弾きたいと思います。Thank you.